上田先生から組織心理学の学びを受けることができることを担当した感謝します。どうか私たちに必要なことを上田先生を通して主が語ってくださいますように、そして私たちもそれを自分に必要なものとして受け取っていくことができますように、ご注意ください。この時間を振り期待してイエス様の皆によってお願いします。今日はですね、昨日の続きと言いますか、人間論ですね、人間論、私たちの福音理解ですね、家のように構築してるんですね。第一義的に聖書ですね。聖書を正しい、解釈方法論で、解釈していくことを学ぶと、身につけるというのは非常に屈折した聖書解釈は流行っているということなんですよね。だから今大岡田さんのいろいろニュースよく流れてますけどね、どういうかちゃんとそれは200回ぐらい実験で成功してますというような発言がありましたけど、あの記者会見の後で多くの一流の科学者がのアンケートは NHK 取ったそうですけど、200回ってありえないという感じですよね。そういう研究、一つの巻いたら、成功が、何週間もかかるそうです、結果出すのね。それは200回というのは ものすごい年月かかるわけですよね。で、普通巻いたら何回か成功したら、それで、ちゃんと、ノートつけて OK というね、なるはずなのに、200回で時間と税金、お金のごつ無駄遣いというかね、だから、一体 どこまでその成功というね、ああいうことですね。だから科学的な何かものの言い方というか、そういう手順というか、ね、そういうことがやっぱり明瞭でないというか、ノートも走り書き系というね。ただ聖書解釈の世界でも同じことがものすごく氾濫していると思うんです、これはね。だからエリクソンの神学でおっしゃることはね、聖書観、そして聖書解釈の手順というのは両方に教派を超えて通用する、そういう手順の明瞭さというかね、これがあると思います。で、特にペンテカリスマ の流れの場合ですね、プロ先生もよく言われますけど、ペンテカリスマほど教理が大事であるというふうに言われました。ある人は教理なんかどうでもいいな、ね、もうイケイケどんどんみたいなことがありますけどね、そうじゃない、やはりね絶えずこうね、健全な教育が外れるね、そういう傾向を持ってますから、私たちはそういう流れにあるものとしてね、やはり正しい健全な聖書観ね、健全な聖書観、聖書とは一体どういう書物なのか、そして健全な聖書解釈をね、これを一つずつの教理を扱いながら身につけて繰り返しね、でそれが自分の中に詩をかけて受肉させながら奉仕していくというね、これは非常に大事なんですね。昨日もちょうど大田さんといろいろ話してまして、セブンサウザンという雑誌の中でね、いい働きしてある先生もおられるんですけども、やはりいや、これはちょっと極端すぎる聖書解釈じゃないか、ちょっとまずいんじゃないか、あるいは大臣が、16年ぐらいにあるとかなんとかいう話も、星の動きとかなんとかからなんか予想してとかね、なんかそんな、それはちょっとなんかまずいだろうとね、だからもうちょっと編集者責任の人が
チェックしてですね、あのろ過していくというか、トレースしていくというかね、あの健全な聖書解釈を提示していかないと、まあ、賛美や祈りや礼拝と運動自体がそういう色で見られてしまうというね、危険性があると思います。だからそういうあの私はあの神様のダビデのマクヤの神様は全否定はしてないんですよ。それぞれからいいものは学ぶべきだと思うんですね。ただまあそういう、まあ、あのワンネス賛美ったりのワンネスに走ったり、あるいはまあ、あの5つの、 あの職務だし、人の職務回復とかで、人と呼ばれる人がものすごく極端な教えをね、本に書いたりしてね、いやこれはまずいだろうというね、やはりそれはあの識別していかないといけないね。でまあ今日はまあそういう面で、こういう、まあ、神論から始まって、ね、人間論ね、でまあ、人間論の後には、まあ、罪論ね、次にこう滅び去られた、まあ、キリストの食材によってね、キリストの御業論ね、そして、精霊論、精霊がそれを適用してくださいね、そしてまあ、救済論ね、私たちを救いに、ね、導き、生徒し、栄華させて、ね、そして、まあ、個人的にだけなしに教会として神の家族としてね、キリスト家族を立て上げる、そして、まあ、倫理会の屋根としての、まあ、終末の最後にはその救いを完成してください、寄贈する世界が贖われる、ね、そして私たちも贖われた体を持つ、ね、そういう、まあ、全体の中でまたこう人間論というものをまた考えていくね。そしてまあこれを、まあ、こう人間論一つにしてもですね、歴史のまあ展開の中でですね、いろいろこうね、今日話していきますけども、三分節ね、霊魂体というまああの三分節理解が有力な時代もあるし、物質的な部分と非物質的な部分という、そういう分け方のまあ二分節が有力な時代もあるね。でまあ最近ではですね、こうモニズムというね、まあ、人間は霊魂と身体は一体的な存在であるね、こういうまあ大きな流れですね。でそれをまああのまあこの使徒時代からのまあ言ったら使徒時代に記された、あるいはもう少し遡ればですね、旧約ね、新約の中でですね、この聖書の中で人間存在ね、人間ね、いうものはどのように描かれているのかね。でまあまあ後からまあいろんな、さっき言った後言ったりしますけども、まああの福田先生の聖書と精神医学、精神医学の、まあ、20世紀がものすごく進展した時代と言われますね、でそれがですね、非常にこうあの教会の中に入ってきている。特にアメリカではですね、時にはですね、いや教会に行ったらで心理学セミナーみたいな説教がねなされている教会もあってね、で時にはですね、まあ、宇田先生の創設福音主義神学なんか見たら、あのこういう本も分析でね、心理学的異端というものもあの登場してきているというね、でこういうこともあるわけですよね。だからこのどう言いますか、私たちが聖書的な人間観というものを、まあ、どのように、まあ、保っていくかね。で私たちは、まあ、一番最初にエリクソンが提出した神学、それは第一義的に聖書ね、それはね、まあ、ある意味でそれは神様から手紙である、ね、霊感された手紙で、ね、神様の御前で人間存在ってどういうものなのか、ね、いうことを、まあ、私たちは理解します、ね、で聖書で人間についてどのような表現形態をとっているのか、ね、それはあの心理学的な表現ではないんですよね。
だからこの、まあ、あちこちと言いますけども、私はね、あの経営教師会長と、まあ、ちょっとあのいろんな、まあ、インナーヒーリングの問題が、まあ、出たときに、まあ、これもワクチンとしてですね、ちょっと、まあ、教師会で、まあ、分かち合った、あの後でまた出しますけどね、あの聖書のですね、聖書の人間観、聖書の人間観ですね。それとですね、心理学における人間観というのは、まあ、あの共通項もありますけども、かなり違うわけなんですよね。ね、でそれをですね、こう対照表のようにこう、まあ、あの昨日紹介したやつサイトの中にあの今朝載せましたのでね、サーバーは私の家にあるんですけども、ここからでもデータをサーバーの中に入れてあげてですね、あの見れるようになってますので、あの一応上げておきました一覧表をね、例えばまあいたらあの罪論とかね、私たちは神の前に罪ある人間として、しかしね、心理学では異常心理学として扱うわけなんですよ。まあ、こういう対照表があるんですね。で、こちらはですね、あの神からの啓示、ね、まあ、歴史の中に神様が、ね、関わってこられた、その中で啓示、ね、神の前に人間とはどういう存在であるかね。で、こちらはですね、あのデータですよね。データ収集から、あるいはまあ科学的にね、まあ、立証された部分、あるいは、まあ、推論で可能性の高い部分で、まあ、理論体系を作っていくわけですよね。そこで出てくる人間観というのはね、かなり違うわけなんです、ね、だからこの特にあのインナーヒーリングの世界でね、まあ、いろんなムーブメント、日本の中で過去にも現在にも起こってますけど、あの心理学的なあの人間観で随分、それから用語とかが入ってきてますね、用語ね、人間観、ね、用語、ね、しかし説教の中でですね、あのよく注意して使わないとですね、あの人間観の混乱が起こるんですよ。福音理解がですね、あの以前ですね、私たちと違ったらね、あの非常に素朴なね時代に育ちましたから、イエス様の信仰ね、ですからケビアリックとして落ち葉で記者の標準あたり読んでね、それから霊の解放とかね、霊魂体ね、まあ、今日でいう、まあ、半分説ですよね、このね、人間は三重構造で、ね、魂ね、そしてまあ肉体ね、体ね、ね、私のうちに生理が内住してくださいね。で、私もまああの KBI に入ってですね、まあ、1年生の頃はウォッチマン・ニーの本をよく読んだんですね。大体その頃は旧社の標準読者の皇帝ぐらいしか訳されてるって、例の解放ぐらい3冊ぐらいですね。で、私まあいろいろ調べて、大体50冊ぐらいウォッチマン・ニーの本がありましたので、ね、英語でまあずっと読んでいきまして、そして特にまあ非常に関心持ったのは、まあ、あのスピリチュアルマンというね、スピリチュアルマン、マンという、まあ、あの三巻本だったんですけど、今一冊になってますけどね、あの霊の人というね、人間論がこんな三分節ですね、これに非常にですね、あのまあ関心を持ったし、まあ、感動したしっていうね、じゃあ記載標準とかのまああのあれは例の解放とかにね、そういうあの自我が砕かれていたのに導かれているね、非常にまあ、関心します。その背景にあるまあ人間観のね、一生懸命読んだんですけど、まあ読みすぎてということもないけどね、あのちょっとまあ、風邪をこじらせたりね、いろいろしてると伏せ2、3ヶ月伏せたこともあるんですけどね、
まあ、お家前にもね、このスクーチャルマン書いた時は、まあ、あの結核になっておりましてね、何年間かあの山岳療養をしても最後に書く本だという感じでこれ書いたね。その後、まあ、健康回復したんですけども、非常に、まあ、あの素晴らしい。ウォッチマニー自身が、まあ、なんか時計のね、あの図面のようにね、精密な人間感があるんですね、っていうふうに自賛してますけども、ただこの三分節だけでですね、聖書をまあ理解していけるかいったら、これはちょっと、まあ、無理があるかなというね、ことですよね。だからこの、まあ、そういう課題もある。だからこの、まあまあ、このエリクソンの学び見せててね、やはり一つ思うのはですね、この福音主義的ね、昨日も言いましたけども、福音主義的人間論ね、は一体どういうものかということを、まあですね、こうね、もう一度考え直してみるみたいな、ね、最高というね、こういう課題が、あのに取り組んだ章であるということが言えるんですね。非常に、まあ、あの面白い、あの内容に、まあ、テキストにとってね、まあ、見ていきたいと思うんですけども人間の成立の構成ですね、先ほど言いましたように、この三分節、二分節ですね、一元論、モニズムですね、これを、まあ、まあ、見ていきまして、まあ、聖書的にどうかというね、分析評価を行ってですね、まあ、それぞれに、まあ、問題や、あの長所もあるし課題もあるね。それで、まあ、エリクソンはですね、あの大概案として条件付き統一性というね、コンディショナルユニティ、よくこれを使うんですね、コンディショナルね、これをよく使うんですよ。あのこれはあの非常に、まあ、賢い理解の仕方かなと思うんですね。でこれはですね、まあ後でまた話しますけども、この終末論もですね、終末論におけるこの人間の、まあ、中間状態ね、まあ3年生の人は終末論の中間状態ね、人間はね、この死後直ちにね、神のもとに向かいである。肉体は朽ち果てるけれども、霊魂は神のもとに向かい、天国に向かい、しかし、まあ、裸のままで、ね、ね、で再臨の時に栄光の体を深く形せられる、で洗礼を神聖神で贖われた広い世界に感じて生きるというね、まあ、そういう、まあ、視野がある。でこの時にですね、あの肉体と、まあ、言ったら霊魂の分離という問題がね、出てきますからね。でこれをまあ言ったら、あの位置づけるためにですね、モニズムだけでもいけないということですね。傾向としてはですね、あのキリスト教の歴史の流れとしては、あの、まあのまあ、こういうふうに流れている傾向はありますよね。一体的に捉える、ね、うん、で、まあ、まあ一つ、まあ、私はちょっと、まあ、あの以前、まあ、経験したことでね、まあ、私たちの、まあ、団体の所属団体で大体、まあ、こういうあの初代の先生方はウォッチマン人の記者の標準とかがね、あの基準的な書物だと私たちだとよく言われて、まあよく読んだんですね。洗礼式の、あのお祝いにですね、大体記者の標準がもらえてね、それよく言うんです。で、まあそういう流れの中で、あの取り組んでいくんです。あの非常に、まあ、優れた経験主義的なメッセージが多く含まれてるんだけども、同時にですね、神学的には非常にあの極端な自義主義も含んでいるというね、ウォッチマンに。そういう課題を、まあ、持っています。もともとウォッチマンには、まあ、言ったら、どうですか、ブレザレンの団体で救われましたか、選挙者。ブレザレンというのはディスペンセーション主義なんですよ。だから、その、まあ、言ったら、まあ、影を背負っている教えがね、そういうところがあると思います。もちろん彼はそれは、かなり克服してきているわけですけどね。特に、まあ、記者の標準はですね、あのブレダレンの教えじゃないと、あるいはケゼックの教えなんですね。まあ、聖火論のところにまたね、
まあそういうことを作れると思いますけど、そのあたりは、まあ、あのネット上にも、まあ、掲載してますけどね、ビデオ等でね、まああまりこう飛んでもいけないと、とりあえずも、まあ、そういう流れの中で見ていきたいですね。でまず三分節ですね、三分節ね、最初に、まあ、聖書第一テサロニケ5章23節、ね、ちょっと一緒に見ましょうか。5章23節、はい、平和の神が、神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいます。主イエス・キリストの名に責められることのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られます、ね、三分節の、ね、まず三分節ですね。これの主張の前では根拠聖句なんだよね、根拠ね。根拠となる聖句ね。だから単にですね、その教えがこれなんか聞いたときにそれが正しいとね、鵜呑みにするんじゃなしに、その説のですね、根拠となる聖句をね、私たちはよく確認しないといけないですね。何を根拠としてそう言っているのかね、第一テサロニケ5章23節と有名ですよね。第一テサロニケ5章23節、ね、で、魂、体と書いてあるね、はっきり書いてありますよね、それからですね、このヘブル4章12節、一緒に読みましょうか。ヘブル4章12節、4章12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と関節と骨髄の分かれ目さえも差し押し、心のいろいろな考えや感覚を判別することができます。はい、ね、魂と霊ですね、はっきり分けてね、魂と霊を切り分けるね、分ける区別ね、大切なのが霊、魂ね、体ですね。ねね、こういう、まあ、聖句が、まあ、根拠になっているわけですね、でそういう根拠をもとにですね、この創世記のですね、2章7節一緒に見ましょうか。創世記2章7節、はい、その後神である主は土地の地理で人を形作り、その花に命の息を吹き込みます。それで人は生き物となります。はい、ね、創世記、2章7節ですね。ね、要するに、地理から作られた、ね、地理からね、人間作られたね。ね、肉体を作る。そこにですね、この命の息を吹き込まれた、ね、神様が ね命の息を、ね、そしたらですね、このね、生き物となった、ね、来たものとね。で、まあこのウォーチマン・スピリチュアル・マンなんかの説明ではですね、このね、霊的な機能ね、霊ね、そしてね、含まれたこのね、生き物ね、これ今英語の方ちょっと持ってませんけども、リビングソウルというふうに訳してるんですけどね、魂ね、生きた魂となったとね、こういうふうに、
では解釈してですね。で、魂、体とね。で、こういうふうに、まあ、漱石二章七節を解釈してね、こう聖書全体の、まあ、人間観の、まあ、フレームワークを作っているんですね。で、非常に、まあ、あの読んで感動したことを覚えてますね。それからですね、でパウロがですね、非常に、まあ、あの強力な解説をしているあれとしてですね、コリント書ですね。第一コリント6章の19節ね、一緒に読みましょうか。第一コリント6章19節ね、あなた方の体はあなた方の身に住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのです。はいね、第一コリント6章19節ね、ね、だからこの人間のこの構成をですね、このまあ幕屋の構造ねにこうね、ね、お庭ね、この祭壇がありですね、そしてまあ聖女があると、ね、そしてまあ死聖女があると、ね、こういうね、でここにはまあ食材がありね、でも契約の箱があって蹴るね、ね、でまあ、この あと、まあ、第一コリント3章16節もありますね。3章16節ね、まあ同じことですね。第一コリント3章16節、3章16節ですね、ね、あなた方は神の神殿であり、ね、神の御霊様に宿るとは知らないのですかね。でまあ、スピリチュアルマンはですね、この第一コリント3章16節の言葉からちょっとまあ説明しておりましてね、で面白いですね、まあ、パウロはですね、このまあ、人間観をですね、この神殿とですね類比させて、この説明しているね、ということですね。神はね、神殿の中に住んでおられるね。そのようにですね、聖霊は今日私たち人間のうちに住んでおられる、内住しておられる。で神殿もですね、外には聖女、死聖女と3つに分けられるね。それと同じようにですね、人間も体、魂、この霊ね、3つの領域に、区別して、理解することができる、ね。第一の場所は外庭である。ね、全てのね、あらゆる人によって、見られて、またあらゆる人によって訪れられる場所である。そして